はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、マインクラフト PC 版第9回目ですね。前回ですね、このような感じで村を発見しまして、あの人屋根の上に乗ってるけどね、今回はこの周りをですね、柵で囲っていこうかなと思っております。で、収録外でいろいろ準備はしてましたので、早速やっていきましょう。今日はちょっとね、夜遅くの撮影なので、しんくんはもう寝ておりますので、すいませんです。あっちもちょっとね、山の方整地した方がいいかなと思ってるんですよね。どの辺りからやっていこうか。この辺り、もう完全にこの辺とか、どうしたらいいのこれどうしようかな。この辺からやっていきますか。2段とかにした方がいいよね。基本的にですね、今日は、早送り動画になると思います。やばい、夜になっちゃう。寝ましょう。早く寝て、みんな。はーじゃない、早く寝てくださいはーって、よし、はーじゃない、はーじゃない。どこまでにしようか。どうしよう。なんか溶岩の音しますけどね。せっかくこうやってなんかあるから、この辺りまでにしようかね。ちょっと危ねえよな、この辺。こんなんあんだ。ちょっと待って、ここ目印立てとこう。来やがったか。ああ、ちょっと待っちゃったよ。あちゃ。広範囲すぎるかな、これ。あー、ここ入り口あったよ。うわー、いっぱいいるんだろうな。ちょっと待って、ここどうしていけばいいんだろう。入れないようにしといた方がいいよね。こうして、こうしとくか、念のために。こんなんでいいのかな。入ってこれないよね、これだったらね。よし、君ずいぶん遠くに行って、こっちじゃない、向こう帰ってくれ、お願いだ。こっち危険だからね。はい、はあじゃない帰ってくれ、頼む。危ないから、今から整地するからさ。本当にね、整地するから帰ってくれる。お家帰ってね。多分屋根で生活するのも危ないよ、君たちね。はい。やばい、夜になってきた。寝よう、みんな。あぶねえ。ああ、怖い。あっち、お家帰ってね。はい、お家帰って。こっから村じゃなくなるから。もうちょっと。あっち。そう、はい。はあはあ言わないで。帰ってください。お帰り願おう。2列分あれば大丈夫でしょう。ただあの辺とかちょっと削っておかないと
あとで村人さんたち怪我しちゃいそうだね。さて、こっからだ。これはどうしたらいいものか。こんな感じでいいのかな。これでいいのかな。どうでしょう。ダメ？ダメかな、これじゃ。これで一応囲ったことにはなるのかな。あ、囲ってね、あそこがまだできてないね。よいしょ。おし、これでいいんじゃないかな。これでだいたい囲ったよね。はん、はん。囲いましたよね。大丈夫だよね。よし。あー、随分綺麗になった。よし、あとは湧き潰しか。湧き潰し。あとはこっち、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 そうそうそう、そっち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 じゃないっちゅうね、こっち、そう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 。そっち、そう、そっち、降りて、降りて、はい、降りて、降りて、はい。ちょっと出ないでいただけますか。すいませんね、危ないですからね。ほんじゃなくてさ、ほんじゃなくて、あんた、あんた、こっち戻って、ほら、ほんじゃない、戻って、はい、戻って、戻って、戻って。危なかった。大丈夫だよね。他にいないよね。いないね。オッケー。よし。はい。ということで、今回はマインクラフト PC 版の第9回目、ほとんど整地と、柵囲いの動画でございました。ちょっとね、つまんなかったかなと思います。すいませんでした。でも無事ですね、ちゃんと囲めたので良かったかなと。この辺も綺麗になりましたしね。なので次回はこの辺りにちょっとね、自宅作ろうかなというふうに考えております。村のね、向こう側も随分良くなったのでね、村のね、こっち側も村人向こう行けなくなったんで良かったかなと思いますね。こっちね、はいはい、こんな感じでございました。この辺がやっぱちょっと危ないね。村人落っこっちゃったらこれ危ないよね。ダメージ食らっちゃうね。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ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